にちは。エンオーディションデビュー組の K です。マラソン選手になる僕の夢がアーティストという輝かしい夢に変わって、とても長い時間が経ちました。夢に向かう道のりがまるで自分の限界を超えて前に進んでいくマラソンのようだと思いました。アーティストになるまで僕は絶対に止まりません。そして同じ夢を見ている仲間たちとより成長した姿をお見せしたいと思います。こんにちは、エンオーディションデビュー組のニコラスです。ダンスが好きで、ビーボイングを始めたことがきっかけとなり、僕をアーティストというより大きな夢へと導いてくれました。前回のチャレンジを通してたくさんのことを学びました。今まで成長した姿を一緒に夢に向かっている仲間たちとしっかりお見せしたいと思います。こんにちは、A のオーディションデビュー組のフイジュです。アーティストという漠然とした夢を見ていた時がありました。何もかもが新しく不思議で怖さもあったけど、その経験はアーティストという夢に向かう僕の意志に大きな火をつけるエネルギーとなりました。これから一緒に仲間たちとこのエネルギーを分かち合いながら、より完成された姿をお見せしたいと思います。こんにちは、エンオーディションのデビュー組の末っ子、滝です。僕にとってアーティストという夢は一言で言うと幸せです。ダンスが踊れて幸せですし、歌も歌えて幸せです。楽しむものにはかなわないという言葉のように、一緒に楽しいチャレンジを頑張って始めていきたいと思います。